んにちは、池田しおりです。今日はスチームアイロンと普通のストレートアイロンの違いを比較してみました。ちょっと私も毎朝使うんでどう違うのかなって気になってたのでちょっと試してみました。気になる方はぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。こちら側を通常のストレートアイロンで伸ばしていきます。全体的に櫛で髪の毛をとかしていきます。なるべく細かくスライスを取ってアイロンを通していきます。こちら側はスチームアイロンでやっていきます。スライスは薄めに取っていきます。今日はスチームストレートアイロンと通常のストレートアイロンの比較をやってみました。やっぱりスチームストレートアイロンの方がかなりツヤが出るので朝わざわざ水で濡らさなくていいっていうのでかなり時短になるかなと思いました。これからの季節やっぱり乾燥気になってくると思いますので私だったらこっちのスチームの方のアイロンを使うかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。バイバーイ。